自動車とは大日本帝国陸軍が試作した数種類の自走砲である。名称の由来は、試作を発注された三菱重工業が自走砲の自95式重戦車の故障、炉を組み合わせて故障したものである。自動車には95式重戦車の車体を改造し、大型の戦闘室を設けて96式 15cm 縦断砲 または92式1 0トルカノンを搭載する2種の計画があった。三菱重工業が車体を製作し、陸軍では実地に92式1 0トルカノンを搭載した。車体の設計図、略図が残されている。自路車は、速力時速2 5トルと遅く、不評、戦車部隊の要求する、時速時速4 0トルでの共同作戦を、 行うことが難しいため、1943年頃に開発続行を断念し、採用が見送られたと推定される。以後には中戦車を利用した自走砲が構想された。原型となった95式重戦車。三菱で製造された自動車は外形が大きく変更された日本陸軍では、重戦車の車体に中口径の火砲を搭載し、自走砲とすることを計画していた。 第四陸軍技術研究所では1940年秋から春頃にかけ、戦車に10センチメートル榴弾砲を搭載するという技術本部総務部長のアイデアを検討した。設計者の検討では、戦車の砲塔と車体の一部改造を要し、また弾薬収容のあまり席がないことから実用にならないと報告された。同時期の1941年1月、 自動車の試作が三菱重工東京機器玉川工場に発注された。完成予定は1942年3月、製造難易度はなんと判定されていた。このおよそ半年後、1941年8月の資料では自走式重化の名称で自走法が以下のように規定されている。自動車の重量は30トン、BMW6290AG を搭載し、 実測 25km での走行が目指された。三菱重工の内部資料の日付と状況により、自動車の車体は1942年末、また1943年前半までには完成し、陸軍に引き渡されたと推定される。完成した自動車には 15cm 榴弾砲、または 10cm カノン砲のどちらでも搭載できる、汎用性が与えられていた。 1942年11月、大阪陸軍造兵省の調整書類には、姿勢中口径自走法が記載されている。引き渡された車体に火砲を搭載したのは1943年後期以後と推定される。92式重火を搭載した自路車は、イラゴ車場にて発射試験を実施した。設計者は、火砲取付台の強度に特に留意して設計し、 発砲時にも、社外から引き金を操作している。発射試験は、問題なく成功した。自動車の三菱重工での製造記録数は1両、のみである。三菱重工で製造された、自動車の外形は、92式10センチメートル可能砲、姿勢戦車ギアンズ、また、日本の戦車の略図で確認できる。車体外形は大まかに説明すれば、 ドイツ軍自走砲のナースホルンに類似する。自動車は砲塔をすべて撤去し、車体中央部から後部にかけて、大型の密閉戦闘室を立ち上げ、この内部に下砲を収容している。足回りは95式重戦車に類似し、最前部に誘導輪、1個の青少天輪、8個の天輪、最後部に軌動輪が配置される。車体全部に操縦席が設けられ、 キアンズでは外部を視察するための展望窓が垂直な全面走行の中央部に1箇所、日本の戦車の略図では並んで2箇所に設けられている。操縦席の上部から戦闘室までの上面走行は緩やかに傾斜する1枚板で構成され、接続している。この上面走行には各種の旧廃気用と見られるルーバーが設けられている。戦闘室正面は傾斜走行が用いられている。 略図ではこの正面走行の左右に展望窓が設けられている。また戦闘室上部は日本軍の車両には珍しく天井部分に局面化された走行が用いられている。この局面の用いられた天井板は戦闘室上部中央で左右へと開放できる。戦闘室の後部走行は傾斜がつけられ大型のドアが設けられている。この走行板は 垂直な車体後面と接続する。略図ではこの車体後面に車体踏み板が設けられており、手法の球団作業に用いると推定される。内部構造は車体最前部に操縦手が配置され、その右後方にエンジンが配置される。左後方にはエンジンと並置してラジエーターらしき補給類が置かれる。エンジンからの駆動力は伝達装置を介して、 車体底部中央を通るシャフトにより、後方へ送られ、車体最後部の変速機類へ繋がっている。基案図では、変速機類とミサオ法、発砲時の位置関係が描かれ、干渉を避けるよう配置されている。変速機類から、動力は、車体最後部の機動輪に導かれ、離体を駆動させる。自ロ車は、ソ連の超重戦車と人種破壊を起都し、 92式 10cm カノン、あるいは96式 15cm 榴弾砲の搭載が予定されたが、この加砲は、車体中央部、戦闘室前面に配置された。キア案図では、車体中央部に、車体の両側板に接続する、大型でこの地を伏せた断面の横両を2本入れ、この上に砲座をボルト締めとしている。この加砲取付台の強度計算は、入念に行われた。 この上に火砲が乗せられ、不行角マイナス5度からプラス30度、左右射界18度ずつが付与された。92式10センチメートルカノンの砲弾初速は、秒速765メートル95、式破砲榴弾は、弾丸重量15.91キログラムである。この砲弾は、距離5000メートルで普通コンクリート30センチメートルを貫通した。 またもし96式15竜を搭載したならば、この下方は、初速秒速540メートルで、重量36キログラムの榴弾を打ち出し、射程7000メートルで普通コンクリート30センチメートルを貫通した。対戦車としては、重量21.04キログラムの3、式戦後榴弾を射撃でき、貫通威力は150ミリメートルだった。各下式12センチメートル速射カノン。 搭載車自路車とは別に95式重戦車の4号車を改造各可式 12cm 速車カノンと見られる方を搭載した車両があり、この車両は海軍立山飛行場で終戦直後にアメリカ軍によって撮影されている。一説には本車の故障を広車とする。日本陸軍戦車の設計開発に深く関わった厳仏未消中場は、 戦後に日本の戦車を監修した。この著作の中では、95式重戦車を改造、棒立て付きの重火を搭載した姿勢10センチ自走砲、と言及し、上記の写真とほぼ同一形状の略図が記載されている。しかし写真及び略図が示す火砲の中体器は各、下式12センチメートル速射カノン砲のみが持つ特徴を持ち、92式10センチメートルカノンとは、 適合しない。各火式 12cm 速射カノンを搭載したと見られる自走砲の開発経緯は半然としない。陸軍の構想では1941年8月策定の放射射及び自走砲の体系第1案において元投資機の火法を搭載した自走砲について言及している。1944年度中の整備計画に本自走砲は登場しないことから 1945年前半に登場したものと推定される。日本の戦車略図と戦後の撮影写真では、各可式 12cm 速射カノンと見られる砲を搭載した自走砲が確認できる。この車両は95式重戦車の上部砲塔と前方砲塔を撤去、戦闘室上面をオープントップとし、この空間に棒立てを備えた砲を搭載している。法則面。 後方は装甲板によって覆われていない。車体前面に機銃は装備されていない。後方銃刀は残されたままである。撮影写真からは自走砲に迷細が施されていることが確認できる。ありがとうございます。